对근데拜拜。好きな言葉は目玉商品。どうも、なにわ小六です。いつもありがとうございます。はい、というわけで、いつものお店の特定日、月に3回あるうちの、2回目の特定日でございますが、現在時刻は9時15分ですが、すでに200人近くの人が、並んでおります。もうね、いつもはね、10人、15人のお店なんですが、すごいですね、このある特定の日が、イベント暑い日だと、これだけ世間の人に、大阪の人に周知されているこのグループはすごいなと思います。まあ蓋開けたらね、A タイプとかは多分通常営業にちょっと毛生えた程度なんでしょうけどね。まあそんなわけで、自分はジャグラーも打てないですし、まあやっぱりいつも通りの B 花かリスクアップかってとこですね。まあそろそろあの凱旋がね撤去になりますから、それまでには、もう一度打たなあかんなと思うんですけれども、まあ、このお店では打てないです。でまあ凱旋打ってもね、そんな再生数上がらないんですよね、自分の場合は。上がらないんですけれども、まあまあ撤去までには一回打とうと思っております。まあ今日の作戦としましては、抽選によりますけれども、まずはまあ大好きなやっぱり角刈りを攻めて、角刈りアウトでしたら即ディスクアップと、本当いつも通りの展開で申し訳ないんですけれども、まあ、何せガチなんで申し訳ないですけど。でまあパチンコは打てないですし、となるとやっぱり、まあ、6号機吉宗でもね、このお店でね吉宗出てるの自分は見たことないんでね、ちょっとよう打たんなーっていうふうに、正直思っております。というわけで今日は高設定を何としても積もりたいなと。まあ、ディスクアップはないと思うんで、B 花でしょうね。はい。まあ、そんなわけで、早速、頑張りたいと思います。押す!イエーイ!神なんていねえんだ。現代はな、悪魔が微笑む時代。なんか、鳥、すっからば!よろしくお願いします。
ところが空いたんで移動します。Thank you.
DJ。どうもお疲れ様でした。マイナス29枚ということで、あーマイナス、またマイナス、500円ぐらい負けた。もうダメだし、役所の人に相談。平日月曜日から金曜日まで17時まで相談受付中。いやまあしかしね、パッとね、結局いかないもんすね。特定日の勝負ってやっぱ難しいんすよね。稼働が高い分ね、1台ミスるともう大移動できないっていうことになりますからね。まあ、B 花も1台あるんかな。で、バーサスはどうかな。でもやっぱ厳しいですね。月半ばの特定日はちょっと厳しいかもしれないですね。あの島はね、他のねところはまあぼちぼちあるんかなって思えるんですけど、 A タイプがやっぱあんま強くないんでね、難しいとこですわ。はい、まあまあ大やけどせんでよかったですよ。マイナス2万3000円かチャラ、ほぼチャラかって考えたらね、まあよかったです。ほんと一歩間違ったらね、もう奈落の底に突き落とされるような状態でしたからね。まあまあ今日はこんなうんこちゃん動画ですけども、まあ、最後はディスクアップあるあるで有終の美を飾りたいと思います。でーんでーらてってんでー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 らてってんでーんでーん、ディスクのあるある言いたい、今すぐにあるある言うよ、ディスクのあるある言いたい、もうここまで出てきてるんだよ、ディスクのあるあるを今すぐ言いたい、もうここまで出てきてる、ディスクのあるあるを今すぐ言いたい、やがて朝の光言いたい、たい、そしてまたあの日見たディスクのあるある言いたい、胸の奥でそう叫んでるようだ、ディスクのあるある今すぐに言うよ、ディスクのあるある言うよ、たまに右よし。というわけでお疲れ様でした。さよなら、いつもありがとうね。いってらっしゃい、ありがとう、コメントよろしくね。ありがとうございました。